運んできました。ストークでーす。チャレンジモードゴルゴの首をやっつける遊びになりました。次、秘密通路の先。先があるのね。お、また来た。ジャイアントスネ動かして、動くロボット。はい、これ難しいんだよな。はい、水平にしますね。あれ、水平した。なんだ、ジャイアン危ないよ。はじめ、これどうだったっけ。こうかあ、そうか、こうか、こうか。おいー、危ねー。速くなってない。全然いいや。飛ばすぜ。お、なんか遅い、なんか遅い、このロボット。おー、やばい、難しくなってね。難しくなってますよ。おーっと、やばいやばい。ロボットが難しくなって、おーっと、それ当たる。危な、頼むぞジャイアン、スネオ。あ、いた、当たってました。頼む、難しい、これ嫌い、これ嫌い。うお、危ね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 。ギリ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 、回復回復。おー、ショックいけ。はい、オッケーオッケー。はい、危ねえ、危ねえ、そんなあり。あ、危ない。どこ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 、オープンだ。あー、ハッスンネジ巻きが、やば。あ、あー、痛い痛い痛い、やばい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 。ハッスンネジ巻き、ネジ巻き。危ねえ、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 危ねえ。回復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 。あ、クリアした。危なかったぜ、危なかったぜ、本当に。クリア、オッケー。難しいわ、難易度上がってますね。あとはあのスイッチをどうやって押すかだな。あれ、あれはピックライトだ。よし、これでみんな入ってこれるぞ。あ、ジャイアン、僕たちも入れたよ。うん、博士、あっちだ。そんな、ちょっとちょっと、それないよ。あ、悪い。もう、よし、行こう。する音波でミュージアムの秘密道具がすべて新しい金属ペプラーメタルに変わる。そうすれば館長や科学者たちがその素晴らしさを思い知るだろう。うわということだ。秘密道具が。僕の鈴が。うわ、
シャーロック・ホームズセットも。そんな、そんな、まさか。バカな、また失敗か。失敗？ねえ、失敗ってどういうこと？フルメタルをペプラメタルに変えるつもりがどういうわけか。ミュージアムの中すべてのフルメタルが消えてしまったんじゃ。まさか。ない。スッポンロボットが消えてる。ってことは他の秘密道具も？何にもない。ミュージアムって何か起きたんだ。これは館長、地球製造機プロトタイプが動き始めた。ハルトマン博士が作った封印装置が消えている。そうだ、きっとその装置もフルメタルでできてたんだよ。あいつが余計なことするからだ。しかもものすごいスピードで時間が進んでる。このままでスピードで動くと人工太陽は大きくなり続け、その大きなエネルギーでこの地球は溶けてしまう。たったの数時間で。動きを止める方法は？それが、それを知ってるのはハルトマン博士だけじゃ。わしはまた大失敗をしてしまった。わしはどうしようもないダメ科学者なんじゃ。おじいちゃん、よし、来ると。おじいちゃん、師匠。師匠はダメ科学者なんかじゃありません。来ると、僕に言ってくれたじゃないですか、失敗しても諦めちゃダメだって。ここは僕がやりますから、師匠はフルメタルを元に戻してください。そうよ、おじいちゃん。クルト、僕も手伝うよ。俺もバクマン、私も。よーし、みんなで太陽が大きくなるのを止めるんだ。わかった。わしはフルメタルを元に戻そう。さあ急ぎましょう、おじいちゃん。まずい、バリアが。とりあえず太陽を冷やして少しでも小さくしなきゃ。だったらこの取り寄せ袋で。僕の道具はフルメタルより古い安い金属を使ってるから。よし、何かいいものは？なんだ？あれを見て。これガード艦、ロボット艦にあったガードロボットじゃない？それが初期型のガードロボットは古い金属でできているんです。フルメタルが消えたことで暴走したのかもしれない。そんな。これじゃ作業が進められない。秘密道具もないし、どうすんだよ。やばいよ。怪盗ドラックスや。怪盗ドラックス？え？予告状。3分以内にお前を倒す。行くぞ。おお、すげえ。よし、頑張って。ピースをスライドして絵を揃えよう。
はじめ。あ、マジで。はいはい、始めましょう。ん、待ってよ。なんかすごい難しいのになったんだけど、やだな、その難しいの。これはいいんだね、これね。待てよ。これで腕完成か。上完成で、今度はここか。どこすればいい？どうすればいい？これか、これか。オッケー。あと一個、あと一個。左側どれや？左側どれ？左のパーツ。あ、それはそれいいんか。これか、こうか。オッケー、こうだ。で、オッケー、できた。はい、探してタッチしよう。なんだ、どれだ？ん、なんだ。あ、あれや、この鳥や。ひらめいた。クリア。秘密道具や、秘密道具。のびびびーん、ひらめいた。クルクックを使うんだ。そうか、クルクックの紐を結んで飛ばせてからロボットの足に引っ掛ければ。その隙にメモリーカードを抜くのね。なるほど、すごいよのび太。そういうことなら、ドラえもん。クルクックをロボットに投げて飛べって叫んでみて。よし、やっと止まった。やったー。よし、あとは、ああ、もう危ない。なんとかしないと。のび太、なんかひらめかないのか。そんなこと言われても推理棒がないから。やっぱり大事なところで役に立たないな。推理棒なんかなくったって。はい、探してタッチしてみよう。はじめ。スモールライトでいいんじゃないの。なんだこれ。ポポン？ポポンだね、多分。
ぎゅう。やった！太陽が消えた。うわ！落ちる！太陽の熱で床が溶けたんだ。治った。フルメタルが元に戻ったぞ。秘密道具があると安心する。やったね。これで一安心じゃ。ん？博士、これは間違いない。これこそペプラメテルじゃ。え？ほんの一部分じゃが成功していたんじゃ。次こそは完璧にやれるはずじゃ。師匠、頑張って研究を続けましょう。だがわしゃその前に罪を償わねばならん。秘密道具を盗み隠した犯人として警察に行くよ。え？その必要はない。艦長、盗んだもの隠したものは元の場所に戻してくれればそれでいい。え？ペプラー博士、あなたにはペプラーメタルを完成させるという大事な仕事があるんだ。このミュージアムに残って研究を続けてください。くっ、艦長。よかったね、おじいちゃん。そして来ると、今日限りでガイドの仕事はやめてもらう。え？どうしてですか？これからはペプラー博士の助手として秘密道具作りに打ち込んでもらうよ。はい、頑張ります。よかったね、クルト。うん。ではクルト、これがガイドとしての最後の仕事だ。皆さんを案内して差し上げなさい。はい。ほら、あそこを見て。盗まれた秘密道具は全て元に戻りました。それから新しく一点素晴らしい秘密道具が加わったのです。クルトが作ったこの、うわ、怪盗デラックススーツです。よかったな、クルト。確かにすごかったもんね。やったね。うん。僕の鈴、ここから落ちて転がったとすると、ん？ここでもないか。のび太くん、こっちは、これでよし。ありがとう、のび太くん。本当にありがとう。気をつけてね。皆さん、ご来館ありがとうございました。楽しかったです。クルト、頑張ってペプラーメタルを作ってね。うん、のび太も頑張って。ああ、クルトに負けないくらい大好きなものを見つけるよ。俺も。僕も。私もよ。それじゃあ。
鈴も取り戻せたし、よかったよかったね。えでもどうしてそんな鈴がいいの？うん、僕、未来から来たドラえもん。今日からドラえもんがおじいさんの面倒を見るよ。え？おじいさん？ここにもない。おい、ドラえもん、なかなか帰ってこないから心配しちゃったよ。実は大事なもの落としちゃって。あ、すがない。この下はのび太くん、もういいよ。ダメダメ、僕が見つけてあげるから。でもこれからずっと一緒なんだから、僕もドラえもんの面倒見なきゃね。こっちはのび太くん、もういい加減に。いや、もしかしたら多分はあ。あった！あったよ、ドラえもん！ありがとう！ありがとう、のび太くん！のび太くん、また同じことしてくれたね。ん？なになに？ううん、別に。もう教えてよ、ドラえもん。これはこの鈴、ますます大事になっちゃった。はい、ということでドラえもんのび太の秘密道具ミュージアム、いかがだったでしょうか。たくさんのね、秘密道具があってね、面白いですよね。秘密道具もいろいろ種類があって、もちろんその、まあ、実用的なものからちょっとあれって思うものあったかもしれませんが、まあそれもね、その、まあ、誰かが、まあ、作っていると。秘密道具も作られている、それもやっぱり人の考えて役に立ってほしいという気持ちができているっていうのがまた素晴らしいことだと思います。ということで、ではゲーム実況はストーカー運んできました。あとはごゆっくりエンディングをご覧ください。一緒に秘密道具ミュージアムに遊びに行きましょう。